沖縄県立博物館は、かつて沖縄県那覇市首里にあった県立博物館。2006年3月に沖縄県立博物館、美術館に移転するため閉館した。1970年頃の琉球政府立博物館、沖縄県における最初の本格的な博物館は、 1936年に首里城内北殿に開設された沖縄県教育会付設郷土博物館であったが、同館は1945年の沖縄戦で被災、全焼した。その直後の同年8月、琉球列島米国軍政府のウィラード・エイ・ハンナ・少佐が残存した文化財を収集し、石川市東女にて沖縄陳列館を開設、公開した。 翌1946年4月に、同館は沖縄民政府に移管され、東女博物館となった。一方、首里市でも1946年5月に、市立の郷土博物館が設置され、同館も1947年12月に沖縄民政府に移管され、首里博物館になった。その後、1953年に、 首里博物館が東女博物館を九州合併し、1955年に琉球政府立博物館と改称した。同館は1966年に首里大中町の中臼くごて跡に移転し、本土復帰後は沖縄県立博物館になり、2階部分が増築された。しかし、1990年代初頭には施設の老朽化が進み、 那覇新都心に沖縄県立博物館、美術館を建設することになったため、旧館を経て、所蔵品は新都心に建設された新館に移送された。なお、移転と同時に、当館は閉館され、2009年3月をもって取り壊された。敷地には、琉球王国時代の旧中臼区五天の兵がそのまま使われ、沖縄戦の時の銃弾痕が確認できた。 1950年代の琉球政府立博物館、首里大中町の琉球政府立博物館建物が、琉球列島前国民政府の補助金により建てられたことを説明する、積成プレート、琉球政府立博物館に関するカテゴリー。ありがとうございます。